ここマンハッタンの地下鉄の通路ではトランプ氏への怒りや不安を表したコメントが壁一面を埋め尽くしています。およそ1000枚のメッセージの大半は過去に女性を蔑視するような発言をしたトランプ氏に対して否定的な内容となっています。 I'm a mother, I'm black, I'm a woman, I'm a lesbian, scared to death. I'm so good to see so many people sharing and it's good to release it.But the fear is there. 主催者は選挙の結果にストレスを受けている人がたくさんいる、思いを吐き出すことで楽になってほしいと話しています。